H&KXM8 はアメリカ軍の直気式アサルトライフルとしてドイツの H&K 社で開発されたアサルトライフル。XM29 へ移行する間の穴埋めとして1990年代後半 -2000 年代前半にかけて開発が進められていた。XM8 は H&KG36 を基本設計に 強化プラスチックなどの新素材を多く使用し、未来を先取りしたような先進的なデザインをしているのが特徴である。プラスチック素材は自由な形に成形できるので、銃の形を人間工学的にデザインし、使用者の体にちょうどよくフィットして、自然な姿勢で射撃できるように工夫されている。その上、 銃の問題点である反動を軽減して、命中精度を向上させることが可能である。2005年に、アメリカ陸軍が、磁気式アサルトライフルとして、同銃を発表したが、同年4月に採用は保留とされた。その後、10月31日には、正式に採用を中止し、今後の動向は未定となった。なお、H&K 社は PMC に対し営業活動を、 行っている。軍事組織で採用が確認されているのは、マレーシア海軍の特殊部隊パスカルのみとなっている。しかし、現在は、月間アームズマガジンにおいて、生産は終了しているとされている。従来の銃と異なる一番の特徴は、部品交換により、アサルトライフルから、カービンや、分隊支援架器として使用できるように改造が可能な点である。部品交換は、 容易に行える設計になっており、道具を使わず、素手で行える。自家重症の設計が優れているため反動が小さく、重厚の跳ね上がりも少ないので、フルオート射撃でも優れた、命中精度を誇り、片手でのフルオート射撃も可能としている。M16K の機関部に直接発射ガスを吹き付けて、作動させる方式と異なり、通常のガスピストン方式なので、 銃内部が汚れにくい。そのため、連続2000発の射撃を行った後でもクリーニングを必要とせず、汚れにも強い。事実、2007年7月に行われた XM8、HK416、スカー、L マーク16、M4A1 の4丁の信頼性比較テストでは、最も優秀な成績を収めている。ちなみに、テストの内容は、 各十十兆を25時間にわたって汚し、その後、銃を6000発発砲するというものである。テスト結果、廃車や不良回数十上部についた ISM は、ドットサイト式赤外線ポインター、光学サイト、赤外線照射装置を装備する。キャリングハンドルを兼ねるブリッジは、取り外しが可能で、リアサイト、フロントサイトを内蔵している。コッキングレバー、 マガジンレバーは両方とも左右どちら側でも操作が可能で、機関不良側にモード切り替えレバーが取り付けられているなど、左利きのい手にも対応可能な作りとなっている。重傷は5段階に伸縮が可能なバッドストックで取り外しが可能。ハンドガードは人間工学に基づいた設計をしており、対抗音であるため重心の熱を遮断するほか 内部には銃剣を装着する部分が収容されている。ピカティニーコンバットアタッチメントポイントと呼ばれるアタッチメントポイントは各種アクセサリーを付け替えてもボアサイト機能を維持可能。箱型断層はポリマー製で金属製のマガジンよりも重量が30%軽くなっている。箱型断層以外にも100連装ドラム型断層も存在する。重心は コールドハンマー製法で作られており、長時間射撃、連続発射を繰り返しても、命中精度への影響は、少ないとされる。また、XM8 の重心下部には 40mm、グレネードランチャー、M320 グレネードランチャーや、マスターキー仕様の12ゲージショットガン、レミントニ M870 などが、工具なしで装着可能。 様々なオプション部品を取り付けても同じ条件の M4 カービンより2割ほど重量が軽いとされる。ありがとうございます。